い、今回こちら地球の運動についてですね、こちらのアニメ放送の方がアベマ TV の方で初回放送もしくは2話放送まで放送されたんですけども、今回その振り返りというところでやっていこうかなと思います。まあ、本当これ本作において、まあ、NHK で放送するという部分だけではなくて、作品としてのこの真理という部分だったりとか、こう美しさだったりとか、生涯をかけてこう証明したいものだったりとか、まあ、いろんな要素が詰まっていて、私たちの生活にも落とし込んでいけるような、そんな美しい作品となっているんですが、これがどうアニメで描かれていくのか非常に注目でしたし、今回まあ第1話第2話を見た感想なんですが、もう本当この雰囲気だったりとか、もう原作がそもそもいいんで、ここをね本当アニメーションとして遜色なく描かれていたのが非常に良かったんではないかなと思います。まあ第1週から第8週まであるんですけども、どんどん物語は進んでいくし、その中でどんどん引き継がれていく物語となっているので、この辺についてこう第1話ですでにこの雰囲気を感じたので、それについて今回ピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのこちら地球の運動についてのアニメーション1話2話を見た感想だったりとか、原作勢の方のアニメでのこう印象だったりとかあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まずね、冒頭からちょっと原作と違うんですけれども、最初からラファウの姿が登場しています。お話すけどちょっと挨拶を交わすようなシーンがあったりとか、まずそこを登場させるっていうのもアニメらしい演出となっていたかなと思います。でその後ノバクですね、もう津田健さんの演技が凄まじかったかなと思います。バッチリハマりすぎてますよね。もちろん津田健さんも結構ファンというね情報もあるので、この辺のサイコパスっぽいところのが抜群出ていたかなと思います。で最初こうまあ拷問というかね、爪を剥がすシーンが描かれるんですけれども、剥がしてこう血が流れる部分が追加されていたかなと思います。原作の方では爪を剥がす描写っていうのが描かれていて、これアニメでやったら結構グロいなと思ったんですが、血を流すという形でグロさも健在となっていて、あまり強く見せないというところも非常にこう良かったんではないかなというところです。まあ、初見でこれはかなり怖いですよね。でこれからね場面は変わって、まあ学校の場面となるんですけれども、まあ、ラファウが宇宙の中心の質問への回答ですね。まあ、蒸気を逸しているようなこの異常さを感じる雰囲気も BGM が合わさって、この雰囲気作り非常に最初から良かったんではないかなと思います。で世界チョレーの場面でもね原作そのままとなっていて、まあ、ここについてはラファウの個人の様子っていうのもねアニメでは挿入されていて、より分かりやすくなっていたかなと思います。合理的なものは常に美しいが語られる、まあ、そんな描写だったかなと思います。で、ゴハンスキ君がね、出現をしてしまうんですけれども、まあ、ラファのことを神と言って、ここがこう、撤回しろということを言われるんですけれども、そういうね、こう、世界観というところが、このもうシーンで伝わってくるかなと思います。それこれまあ、お父さんとか、義理のお父さんなんですけれども、この義理のお父さんから、ラファウの天体観測をするなということがあったんですが、これ原作では天体観測ではなくて、あえてこう、ラファウがね、六等星まで観測できました、みたいなことを言っていましたけれども、ここで少し間がいて、それをやめろって言うんですよね。これ細かいけど、この先の話を知っていると、こう、ゾッとするというか、ラファウの表情で見せる展開となっていて、非常に細かいアニメとしての演出になっていたかなと思います。そしてこのお父さんからねフベルトのことを頼まれて、でフベルトにこのことを頼まれて、まあ、よぎるのが、まあ、天文やめろという言葉でしたよね。そしてラファウは部屋から見る夜空が忘れられない、この場面も原作通りとなっています。まあ、目元を映したりとか、やっぱアニメらしい表現となっていて、よりこう感情移入ができる、ラファウが何に囚われているのか、今自分の中心が何で動いているのかという表現が非常に丁寧にされていたかなと思います。そしてその後処刑の日ということで、この辺りもありのままに描かれていたかなと思います。生き返る寸前の人がラファウをこうじろっと目をつけるシーンもしっかり描かれていました。そしてフベルトの引き取りとなるんですけれども、フベルトがもう早見翔さんなのがまたいいですよね。ほんとこっち地球の運動についてなんですけれども、このフベルトっていうところが結構最初の起因となってくるので、ここを早見翔さんがあのイケボでね言ってくれるシーンっていうのが全てがこう伝わってくるっていうのが非常にいいキャスティングだなと思いました。こうなんか不気味さだけじゃないと部分っていうところが早見さんの演技からも伝わってきたかなと思います。その後も細かくてすごい良かったのが、ラファウがこう観測しているのが原作では丸々の丘みたいな形となっていたんですけれども、今回南東の丘となっていましたよね。まあ、つまり観測がしにくい位置だったんではないかなというのもわかります。これが私たちが地動説のよく知っているからこその解釈の違いかなと思います。そしてこのフベルト怪しい危険だとも思いつつも、ラファーの中の本音には逆らえずフベルトと観測地へと行くんですけれども、でここもすごい細かくてよかったのが、ラファーが観測をしろと言われて、まあ、観測をしていく中でフベルトが横目でその姿を見つめるのは原作でもあったんですが、目元があんまこう映されていなかったんですよね。ただこれアニメでは目元がしっかり映されていて、その時だけであえてこう見えるフベルトの思いとか考えとかがこの後の物語の展開として表情でも伝わってくるのが描かれていて、すごい良かったんですよね。まさにこう託せる人物なのかというところを見定めているような、そんな感じがしました。そしてフベルトから語られるのが、宇宙がどういう形をしているのか知っているかという問いでしたね。で天動説の解説をラファウがしていくんですけれども、図解で解説していきます。この場面も一番重要だと思っていて、本作において最も重要な場面となっているのが、その真理は美しいか、宇宙は美しいか、もうこの発言も
名言となっているんですけれども、ラファはそもそも答えを避けるけど、ここまで本質として美しさに魅了されているその場面がある、そこにフベルトが気づかせてくれるんですよね。で、合理的ではないバラバラの動き、それは地面に描いたあの図のように美しくはないけど、フベルトから私は美しくない宇宙に行きたくないと逆のことを言うんですよね。で、この作品は何よりも象徴する言葉として、地球が動き、自転をしている、公転をしている、美しさと理屈が落ち合う、ここが一番今回のテーマとなってくるんですが、それが地動説とでも呼ぼうかというところですね。これ原作でもこうゾワッとしたけど、アニメだと本当鳥肌立つなというレベルでした。まあそれが細かい描写が挟んでいるからこそかなと個人的には思っています。で、第1話が原作の第1話そのまま描かれるんですけれども、エンディングクレジットともに今回の楽曲であるサカナクションの楽曲登場していましたね。楽曲のこのね、キャスティングってところも非常におしゃれで、この作品の雰囲気にはかなりマッチしているかなと思います。そして第2話へと移るんですけれども、まあ原作通り地動説から始まって、ここでラファウはこれを3つの理由で否定していきます。ジャンプして同じ位置に着地することと、誰がこの説を支持するのか、そして直感に命を預けるのは愚か、この3つでしたよね。そして3つ目を否定、直感を信じる、ラファウもそうなのにというところで、この直感を信じる、ここが一番ね、フベルトにおいてもそうですし、ラファウにとってもここを引き継がれる、ここがテーマとなってきます。で、ここも名言なんですけれども、不正解は無意味に意味しない。もう本当これ言葉だけ見るとどういうことってなるんですけれども、本当にこの言葉に詰まっていて、そもそも正解じゃないことっていうのは無意味というものにもならないよっていうことを言ってると思うんですが、ここに関しての理由が語られていきます。で、ラファウは観測を終えて、まあ、キロへ着くんですけれども、まあ、自転と公転の話が引っかかりながら足を滑らせてひっくり返る場面となっていきます。観測者が動くなら静止した対象も動いて見えるという結論、そしてどんどんのめり込むラファウでしたね。原作の難しい長文っていうのもしっかり喋っていましたし、地動説を仮定し、その思想があまりにも異端であること、それでもまさにフベルトが言っていた美しさと理屈は落ち合う、ここに行き着くんですよね。これで2話のね、オープニングがここから始まるんですけれども、ここのオープニングめちゃくちゃ良くて、ラファウの顔が描かれるとともに今後重要となるキャラクターたちがカットで出てくるんですよね。これ物語が進むごとにね、オープニングガラッと変わってくるかなと思うんですけれども、まあそれぞれのエピソードがカットされていて、本当にワクワクするなという内容となっていました。そしてオープニングをフベルトになぜこんなことをするのか、天国という思想というものがあるこの世界設定となっているんですが、それに背いてまで追い求める理由はなぜなのかというところなんですけれども、神を否定するのではなく信じるからこそ、神が作った世界はきっと何より美しい、ここを信じているんですよね。全てを捨ててでも知性を携えて神の偉業を理解する、聖書ではなく自然を読む、もうこの言葉すごいいいですよね。またここで名言となるのが、もう怖くない人生などその本質を書くですね。これ本当にいい言葉だなと思っていて、やっぱりこう何もない人生だったりとか平穏な日々っていうのは別にそれはそれでいいと思うんですけども、やっぱ本質はもっと裏にあるよっていうね、これは本当物語においてもそうですし、私たちの世界観においても本当同じことが言えるなと思うので、どんどんやっぱ踏み込む必要はあるなということをね、こう教えていただける、そんな言葉かなと思います。で、ここで物語は進んでいくんですけれども、まあ観測は今日で終わりということで、一人で続ける方法を見つけた、ここの見つけた方法っていうのは何なのかっていうのはこの後語られるんですが、ただラファウが言えることは天文をやれ、自分のためにということで、そして帰宅するとノバクが待ってるんですよね。で、フベルトの改心後の動向を調査する目的で来ていて、見つかってしまったのがラファウのノートとなっています。ここのノバクの雰囲気もほんと怖すぎましたね。まあ津田健次郎さんの役が光るんですけれども、ここでフベルト、まあラファウの研究を自分のものだと告げて2度目の連行ということで、もうこれは処刑確定となってしまうんですよね。で、ここで渡されるのが、まあ、球体のペンダントだったんですよね。で、フベルトとはやり残した、それを引き継ぐこと、これをやり終えて処刑されてしまうんですよね。この時のこう清々しいフベルトのね、顔っていうところだったりとか、これ原作通りとなってるんですけども、星空がバックにあることがわかりますよね。ここもすごいグッとくるシーンです。そしてそのペンダントとつながるオリオンベルト、その先で見つけたのは手紙と地動説の全てだったんですよね。で、地動説は証明できない、不完全な説であり、優れた人間に焼却してもらうこと、証明はできないと誘ったが、他の誰かならではでの名言、あなたの理屈は私の直感よりもずっと強い、うわーすごい深いですよね。フベルトがラファウの地動説に関する否定として、フベルトは3つ目の否定、まあ、直感に命を預けるというものは愚かというものに、逆にこうラファウは直感を感じているんですよね。ここでわかるのが、その理屈を証明できる人物、それがラファウであって、託せると思った経緯がここにまとまってくるんですよね。本当にこのシーンは熱いなと思うんですが、直感では燃やせないもの、それを理屈で燃やす、それでもフベルトから引き継いだ直感、自ら感じるもの、地動説を信じると決意する場面は、本当にここは激アツな展開となっています。フベルトがこうやってきた全てのね、地動説に関しての研究だったりとか、それをやってきたけどまだこの理屈という部分で足りなかったところをラファウを見て決意をしたからこそ託せる、
まあ、別に2度目の処刑を受けて自分の命が絶ったとしても、この自分の研究は引き継がれていくということがね、この場面で全て詰まっていたかなと思います。で、再び学校へと移るんですけども、ラファーは天文を学ぶという決意をします。まあ、神学を学ぶことっていうのがもう定番中の定番となっていて、それを逸れることがどんだけ異端なことかということがわかるんですが、まあ、貫く思いだったりとか地球を動かすっていうところで、第3話の原作ですね、こちらノバクの話となっていきます。で、サイコパスノバクが描かれていくんですが、ノバクもかなり重要なので、この感じが出ているのは最高すぎますね。場面は変わってボトツキさんとラファーの場面となっていて、まあ、天文専攻への否定でしたね。で、天文になったことで将来が危うくなる、ここで大嘘をつくラファーの場面っていうのも非常に良かったですね。これちょっとコミカルさも出ていて、すごいマッチしていたかなと思います。で、大学に行くため長い年月をかけて進めていく決意をするんですけれども、そしてなぜかこのボトツキさんの家には天文拒絶する輪に資料が多いこと、これで第2話が幕を閉じるという展開となっていました。切りどころっていうのは原作でいうところの結構中途半端なところなんですが、ここからがめちゃくちゃ面白くなってくるシーンだと思います。本当この第1話においても名言めちゃくちゃ多かったですし、このラファウだったりとかフベルトだったりとか美しさだったりとか地動説とか、まあ、何を信じていくのか、この信念を大事にするのかっていうところが、これ第1話でも深く伝わってきたかなと思います。まだ序章の序章にしか過ぎないんですけれども、エンディングテーマの方ヨルシカさんが担当されていて、もうこれもねいいですよね。サカナクションさんとヨルシカさんってほんと世界観にマッチしてるなと思いましたし、これエンディングっていうのはラファウ結構してんなったと思うので、これエンディングもガラッと今後ねコロコロ変わってくるんではないかなと思うとめちゃくちゃ楽しみです。皆さんこちら地球の運動についていかがだったでしょうか。まあ、私1話にはまあ見させていただいて、本当にこの作品は原作も面白いし、アニメでも遜色なく面白かったかなと思います。なんか考えさせるものたくさんあると思うので、ぜひ皆さんのこちら感想だったりとかご意見等あればコメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。